遊び下ガールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。金沢で心身ともに癒される旅です、うん、ゴールデンウィークは旅行に行かれたという方も多いのではないでしょうか、うん、たくさん遊んだ後はちょっとゆったり過ごしたいですよね。そういう方多いと思いますよ、ねうん、ということで今回は金沢で新緑に温泉と身も心も癒される旅を満喫しました。では行きましょう。心身ともに癒される金沢へ旅したガール。最初にやってきたのは金沢市の中心部にある兼六園。四季折々の風景を楽しめるのが魅力ですよね。4月には桜を見に訪れた方も多いのではないでしょうか、うん、すごい今こんな緑が元気なんですか。兼六園はいつ来ても気持ちいいな、うん、桜の時期が終わった今は新緑真っ盛り。緑豊かな兼六園の魅力がより引き立ちますね。園内で最も大きな池霞ヶ池や兼六園のシンボルとして知られる琴地灯籠など見どころはたくさんありますが、新緑の兼六園でぜひ訪れてほしいスポットがこちら。紅葉滝と呼ばれる緑滝は秋が人気なんですが、この木々が青々とした時の緑滝も、まあ、綺麗ですよね。富士も咲いてる。静かな兼六園にこの滝の流れ落ちる音が響いてます。癒される。緑滝は霞ヶ池から流れ出て久子池に注ぎ込む園内最大の滝です。新緑に囲まれた荘厳な佇まいに思わず目を奪われてしまいます。綺麗ですね。そしてこの時期にはお花が咲き始めます、うん、おすすめのスポットはこちら花見橋、うんうん、橋から見える季節の花の眺めが素晴らしいことからこの名前が付けられました。ソメイヨシノだけじゃないんですね。撮影した日はまだでしたが、今だと水辺にカキツバタが咲き、緑色の風景に美しい紫色の花が咲かせます、うん、さらにもう一つ欠かせないスポットといえば、綺麗、この眺望台からの眺め最高ですね、うん、こう街並みも見渡せるし、向こうには山々も、ね、青々とした木々もなんか生き生きして見えますね、うん、緑も鮮やか。見るたびに表情を変える自然、何度見ても色褪せない景色で心癒されてください。新緑を楽しんだ後は金沢城公園鶴の丸休憩館の中にある豆皿茶屋でちょっと一息。こんにちは。いらっしゃいませ。すごい和の空間の素敵なカフェですね、はい、ありがとうございます。お店入ってすぐ飛び込んでくるこの景色すごいですね。はい、ありがとうございます。こちらどういったお店なんですか？当店はメープルハウスが営業しておるお店でございます。和カフェでございます。石川の美味しいものを少しずつ召し上がっていただくように提供しております。あ、いいですね、はい、じゃあ私もいただいていいですか？ぜひ。ということで豆皿茶屋の一番おすすめの御膳をいただきます。ちょこっといろんなものをいただける御膳、うん、いいですね。はい、ありがとうございます。こちらは当店人気の姫皿御膳でございます。でまずお寿司が2品と佃煮ですね、はい、であと当店のいちごのロールケーキと上生菓子、うん、でお味噌汁、九谷焼に入った金沢の加賀棒茶でございます。目にも鮮やか。いや、美味しそう。じゃあ早速私もお寿司からいただいていいですか？うん、はい、どうぞ召し上がってくださいませ、はい、いただきます。うん、うん、笹のいい香り。お酢の具合もちょうどいいですよね、はい、そうですね、うん、金沢らしさが、はい、ね、こうやって味わえるのがいいですね、はい、はい、そうです。そしてメープルハウスといえばやっぱりデザートですよね。いちごのロールケーキをいただきます。お、わー、ふわふわ、おいしそう。いただきます、うん、口に運んだらすんごいふわっといちごの香り、おいしい、うん、このスポンジもふわふわ軽くってクリームたっぷり、
これいちごの果肉も入ってます？入っております、はい、このロールケーキは季節によって変わるんですか？はい、変わります。この次は何になるんですか？次はあの皆様にあの大変喜んでいただいておりますいちじくのロールケーキをまたご用意しております。メブルハウスですか？ロールケーキ大好きです。もう丸ごと入ってるやつですよね。そうでございます。じゃあこの来るタイミングによって今日何かなっていう楽しみありますね。はい、はい、あります。ロールケーキとあと上生菓子も、ね、セットでついてくるんですね、はい、そうです。緑もあって、はい、でこのお花ですかね、そうですね、ちょっとポッポッと色づいてて、はい、わ、中も綺麗、染まってますね、はい、わあ上品、滑らかで美味しい。この上生菓子いただいた後は、はいはい、加賀坊茶ですね。そうですね、はい、ぜひぜひ。あ、もうこれぞ金沢。お寿司もお菓子もお茶も全部こう香り高いですよね。そうですよ ね、 ね、この豆皿茶屋さんの魅力なんといってもこの景色じゃないですか。そうですね、こちらをロケーションにお食事していただくのが一番だと思います、はい、この大きな、ね、この窓から見える金沢城、はい、この五実軒長屋見ながらこう食事がいただけるって贅沢ですよね、はい、贅沢ですね、はい、本当に。午前だけでなく紅茶やコーヒーなど飲み物だけでも利用できるので気軽に訪れてみてください、うん、続いて向かったのは金沢城公園から徒歩15分のせせらぎ通り、うん、落ち着いた雰囲気の中で個性豊かなお店が立ち並び観光スポットとはまた違う散策が楽しめます。大通りから一本入るともうすごく静かなんですよね。でこう川のせせらぎの音を聞きながら散策するのにぴったり。でせせらぎ通りはこう昔からあるお店もあれば新しいお店もあって、ね、ここ何のお店だろう、こんなお店あったんだ。そこなでね、おしゃれなカフェもたくさんあるんですよ。私も行きたいなって思ってるお店たくさんあるし、で歩いてみるとまた新しいお店も発見できてすごく楽しいんですよね。今日もたくさんの方でにぎわってる、ね、せせらぎ通りを散策したどり着いた先は、着きました。地元の方の憩いの場として親しまれている松の湯さんです、うん、松の湯は1948年に開業し70年以上たくさんの方に愛されてきました。しかし2020年にご主人が病で倒れ廃業。そこで松の湯復活プロジェクトを発足し、去年の11月26日いい風呂の日に復活オープンしました。まずは復活オープンおめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、皆さんのお声っていうのは。そうですね、やっぱりしてくれてありがとうっていう声が多いのでやってよかったなと思っております、うん、あ、嬉しいですね、はい、お客様は地元の方が多いですか？地元の方も多いんですけども、観光で来られる方もすごい多くて、全国から来てもらってますし、最近では海外の方も注目スポットなんですね。たくさんのお客さんに来てもらうために店内にはこんな工夫がされていました。こちらにも見えるんですが、二人焼きっていうものをコンセプトに壁に取り入れてまして、銭湯の中にも二人焼きがあります。こちらにあるこのタイルって言うんですか、はい、これ九谷焼きなんですか？これも九谷焼きです。この九谷焼きをコンセプトにされたっていうのは何か理由あったりするんですか？やっぱり石川の伝統的な文化っていうものを皆さんに知ってもらおうっていう思いがありまして、それで九谷焼きっていうものを取り入れました、うん、もちろん銭湯の中にも九谷焼きが彩られています。一体どんな風になっているのでしょうか。去年の11月26日、いい風呂の日に復活オープンした松の湯。職人によるオリジナル九谷焼タイルを貼り、石川の伝統と文化を感じられる新たな銭湯に生まれ変わりました。銭湯の中は一体どんな風になっているんでしょう。うん、待って、あ、綺麗。あ、おー、すごい。お風呂のタイル、九谷焼ですよ。うん、あ、素敵。女湯には古代インドを起源とするマンダラの模様、
男湯には富士山をモチーフとした九谷焼が施されています。なるほどね。ああ、気持ちいい。いや、今日いろいろ歩いたからやっぱお風呂入るとすっきりしますね。はあ、こういう明るい時間のお風呂最高ですね。街中にあるっていうのが嬉しいですよね。旅行者の方も地元の私たちもこうちょっと散策して疲れたしちょっと寄ってくみたいな感じで寄って、でここで観光で来られた方も地元の方も話が進んで、ね、すごく盛り上がりそう。昔から利用している方はもちろん、観光ついでに立ち寄って石川の伝統と文化に触れながら体を癒してください。気持ちよかった、うん、すっきりしました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。去年オープン、はい、復活オープンされたばかりですけれども、はい、今後何か目標とかこんな風にしていきたいなっていう思いってあったりしますか？はい、そうですね、やっぱり銭湯ってみんなが集まってコミュニケーションを取ればかなと思いますので、みんなでその触れ合う場所としてもっと にぎわってくれたらなと思っております。この松の湯でこういろんな方とつながる交流の場になるってことです ね、それを目標にしていきたいと思っております。いいですね、はい、また私も入りに来ます。ぜひ来てください、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、金沢で身も心も癒されてきました。いかがでした？いや、まず松の湯さんですけれども、なんかあの銭湯ってね、こう伝統があって、まあ、あの趣があるこうイメージなんですけれども、うんうん、あそこまで明るくて、しかも九谷焼コンセプトにしてて、そうそう、とても綺麗で、なんか新鮮ですね。おしゃれなんですよね。本当ですね。そうなんです、うん、まあ、撮影してる時もあの観光客の方とか、あ、ここに銭湯あるんだみたいな感じで結構来られてまして。そうでしょうね。そうなんですよ。確かに、はい、まあ、観光客の方にとってはそこがね、こう発見になるわけですよね。そうそうそう、ああ、そうなんです。こんなとこあるんだっていうね、はい、うん、もう長年親しまれてきた松の湯ですけれども、うん、去年復活オープンしました。で、九谷焼彩ってましてすごく鮮やかです。そしてサウナもありまして、広さがおよそ 1.5 倍になりました。最大8人が利用可能ということです。そして整うのに必要ですね、外気浴できるテラス席も誕生しています、うん、窓ガラスなくしたので、ね、こう外の空気を楽しめるということですよ、うん、サウナも人気だということです、はい、でこちらサウナは別料金となりますのでお気をつけください、うん、そして金沢といったらやっぱり兼六園、うん、もう今本当に緑が鮮やかで綺麗でした。いや、どうでした？にぎわってました。やっぱりにぎわってまして、あの琴路灯籠のところ写真撮るのにも行列でしたね。いや、そうですよね。はい、本当に緑が元気ですね今ね。そうなんですよ。でちょうどね、お花も咲き始めますからね、うん、この緑だけも本当にね、青々としてて綺麗でした、うん、いいですよね。眺望台からこの宇多津山とかね、この金沢の街一望するのもいいですもんね。本当に季節によって、来るタイミングによって兼六園ってやっぱり雰囲気変わるなって、表情変わるなってですね、改めて思いました、うん、なんか今まで金沢城公園の中にカフェとかなくって、うんうんうん、昔取材して金沢城に一番近いカフェですみたいな感じで紹介したことがあったんですけど、今じゃあ城内でああやってそうなんです、お茶が飲めるって、まあ、玉泉院丸も、まあ、でも和菓子ですけど、うん、気軽なお店ってすごくないですか？本当ですね。あのスペースはああいったあの形になってたんですね。中はね、そうなんです。豆皿茶屋さん、はい、そういったところでこんなところにもって感じでした。そうなんです、うん、こんなところにもということで、金沢の新しい魅力また発見してきました。ぜひ皆さんも新緑を見て、そしてお風呂に入って心身ともに癒されてみてはいかがでしょうか。以上、旅したがるでした。